皆さんこんにちは。今日は、YouTube の、動画の中に字幕を入れるっていうような方法の説明をさせていただきたいと思います。右上の、ここですね、自分の名前の書いてるところからマイ動画っていうのをクリックします。マイ動画の中から、自分の字幕の入れたい動画を探します。今回、以前に、岡山県の日生の方で、牡蠣の食べ放題に行った時の、のビデオにちょっと字幕を入れてみたいと思います。動画の右の方に、動画所有者オプション、動画の編集っていうところがあります。それをクリックします。で、次に、上の方に、キャプションと字幕っていうところがあります。それをクリックします。するとですね、利用可能なキャプショントラックっていうことが、ところがありまして、キャプショントラックがありません。作成するかアップロードしてください。で、下に新しいキャプション、字幕を追加ってあります。これはですね、字幕のファイルをアップしてくださいっていうことなんです。字幕のファイルを別に作ってですね、アップする必要があるんです。で、これはそんなに難しいものではありません。テキストを打てる、ソフトでしたら何でもいいです。Windows の場合、例えばメモ帳でもいいです。で、まず最初にこの1番、番号。で、開業して、00、コロン、00、コロン、00、カンマ、000。これはですね、ここは時間、分、秒。で、小数点以下ですね。で、これは全部ゼロばっかりなんで、一番最初から。で、一つ、半角スペースを空けて、こう、マイナスマイナス。で、この、すいません、僕名前ちょっとわからないんですけど、こういう形の、右の、こういうやつですね。すいません。それを入れて、で、また半角スペース。で、次に、これでしたら、10秒っていうことになりますね。ですから意味は、一番最初から10秒まで以下を表示すると。で、今回は岡山県の日生で牡蠣食べ放題というふうにしました。で、次に、字幕の、番号2番目、これ2番目に出るやつが、今度は40秒から50秒の間で10秒間。熱々ですっていう風なのを入れようと思います。で、出来上がりましたら、保存するんですけども、非常に大事な点があります。ファイル名の拡張子、ファイル名があって、その後に、ドット、普通でしたらテキストだったら txt とかってなってると思うんですけど、今回私が説明しているやり方の場合は srt でやってください。大文字でも小文字でも構いません。今回私はファイル名、字幕 .srt っていう風な名前にしました。これでとりあえずですね、保存いたします。先ほどの画面に戻りまして、新しいキャプション字幕を追加のところ。次、ファイルを参照します。先ほどの、ファイル、字幕、.srt を選び、で、ファイルをアップロードするんですけども、ここに言語っていうのがあります。今回、日本語で入れましたんで、日本語を選んで、で、名前、一応、じゃあ、字幕、1と入れときますね。で、この下のファイルをアップロードするっていうところに行きます。そしたらですね、ここに、出ました、トラック、利用可能なキャプショントラック、日本語で字幕1っていうのが出ました。これでですね、今のがうまくいってるかどうかちょっと確認してみますね。ページ更新して再生してみます。はい、ここに出てます。岡山県の日生で牡蠣食べ放題。で、10秒間出ました。40秒あたりから、先ほどの字幕が出るはずなんですけど。
あ、出ましたね。熱々ですって出ました。これが10秒間経って、消えるはずです。はい、いけてます。この字幕なんですけども、見る方がですね、自由に大きさを変えることができます。こう、プラスマイナスのプラスを押すことによって大きくもなるし、小さくするときはこういうふうに小さくできます。次に、キーボードの B を押すことによって、バックのこの背景をこう黒から、なんていうんですか、透明に変えるっていうこともできます。こんな感じですね。キーボードの B を押すと、こういうふうにできます。こういうふうなやり方でですね、動画のタイトルをつけるとか、話してる言葉をはっきりさせる、また、外国語に翻訳する、日本語に翻訳する、それからですね、耳の聞こえない方にも理解していただくとか、音声を出せない環境で見られる方の助けにもなるとか、いろんな使い方ができると思います。